はい、ルルカです。今回はね、こちら。はい。D 払いの一部決済サービスがご利用いただけない事象について、ということで、本日6月1日、D 払いの一部決済が利用できない状態が続いています。まあ、ルルカもね、この D 払い利用しているわけなんですけれど、現在 D 払いのアプリを起動するとこんな感じになります。はい。ネットワークの接続に失敗しました。ネットワーク環境をご確認の上、ご利用ください。データ接続が有効になっていること、機内モードが解除されていることをご確認ください。あと、エラーコードが KP13001 っていうふうに表示されています。この表示に関しては人によって違うのかもしれません。がとりあえずルルカに関しては現在こういう風に表示がされていて、一部決済サービスが利用できないというか、ほぼ全ての決済が利用できないんじゃないかなと思います。まあ、それこそね、なんかネット上とかのものかな、まあ、利用できるかもしれないんですけれど、バーコードを出して読み込んでもらうとかができないので、むしろほとんどのサービスが利用できないって言っていい状態じゃないかなと思います。まあ、ルルカに関してもね、 D カードゴールドを契約していて、 D カードで支払いしたものの一部だったりとかが、まあ、D ポイントで付与されますので、そのポイントを使って、まあ、D 払いでね、支払いなどをするわけなんですけれど、お金とかは持ち歩いていなくて、普段から D 払いを利用されている方にとっては非常に困る状態になってるんじゃないかなと思います。ドコモさんの発表は、はい、平素は NTT ドコモのサービス商品をご利用いただき誠にありがとうございます。現在 D 払いの一部決済サービスがご利用いただけない事象が発生しております。まあ、ルルカに関してはね、一部どころじゃない気がするんですけどね。発生日時2021年6月1日火曜日12時4分頃ということで、それこそお金をあまり持ち歩かないで昼ご飯を買おうと思った時にこの D 払いが使えなくて困った方っていうのも出てきてるんじゃないかなと思います。で、対象サービスということで、まあ事象がね起きてるものですかね、が D 払いのバーコード、あとは予約と注文で、原因がシステムの不具合で、復旧見込み確認中ということで、まあ、現時点ね、はい、7時30分の時点でも復旧していませんので、どうなんだろうね。本日中に復旧するのか、慌ててとりあえず一番ね使う人が増えてくる朝方までに間に合わせるのか、もしくはそれにも間に合わないのか、まあ、ちょっとわからないんですけど、とりあえずね、現時点ではまだね D 払い利用することができません。そしてお客様には大変ご迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。復旧の見込みについては改めてお知らせいたしますということで、まだね現時点この7時30分の時点では復旧見込みが発表されていない状態になっています。ルルカに関しては最近一番使ってる決済サービスは楽天ペイになります。まあ、その他にもねペイペイだったり、この D 払いねポイント分で使ったりとかするわけなんですけれど、ルルカに関してはね、やっぱキャッシュレスで基本的に払いたいです。バーコード決済ができるものだったりとか、まあ、それができないところに関してはクレジットカードで、まあ、どうしても現金でしか使えないところに関しては、まあ、現金で払ったりもするわけなんですけど、まあ、基本的にねキャッシュレス非常に便利で利用しているんですけど、まあ、こういうね事象、まあ、ちょいちょい起きてますよね。使おうと思ったら使えない、まあ、こういうのがあると、それこそキャッシュレスだけ持って動くってことが非常に、ね、怖いことになってしまいますので、何かトラブルが起きないサービスというものは存在しないわけなんですけれど、まあ、できる限りね早めに対処していただいて使うようにしていただきたいなと思います。それこそもう D 払いだけを利用していた方からすると、先ほども言った通りね、昼頃から使えなくなったので昼ご飯が食べれなかった人もいるかもしれませんし、まあ、そういうのをね経験した方からすると、もうねキャッシュレスなんか信用できないと思う方も出てくると思うので、非常に残念なことになっちゃうんじゃないかなと思います。はい、ということでね、 D 払いで何か支払いしようと思っている方に関しては、現在 D 払い一部決済というか、まあ、基本的にねコンビニだったりとかバーコードを出して支払う方法に関しては利用することができませんので、それに関して注意喚起も含めて動画のみさせていただきました。今後もいろいろな動画毎日更新で上げていきますので、よろしければチャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。今回も動画の最後までご覧いただきありがとうございました。